肝肝がんで24日に急逝した、女優、川島直美さん享年54が亡くなる前日の23日、夫でパティシエの鎧塚俊彦氏49の50歳のサプライズ誕生会を計画し、関係者にメールで連絡していたことが25日、分かった。鎧塚氏が同日夕に更新したフェイスブックで明かした、遺品整理で携帯電話を見て初めて知った、鎧塚氏は、涙が止まりません、と記した。訃報から一夜明け、FB を更新した鎧塚氏は、たくさんの励ましのご言葉ありがとうございます、と多数寄せられたメッセージに感謝、遺品整理で、妻直美の携帯電話を初めて見ました、と告白し、亡くなる前日に多くのメールが発信されていました、と、自分が知らない妻の、計画が密かに進行していたことを知ったと明かした。川島さんが亡くなる前日に豪商で知人らに送っていたメールの内容は、10月16日の鎧塚氏の50歳の誕生日のサプライズパーティーの企画だった。偽の雑誌取材企画まで作って、と氏にはサプライズだから絶対内緒にしてね、で、締めくくってありました。と、完璧主義者の川島さんらしく、念入りに計画したものだったという。